では始めてみたいと思います。これ ATOC 2009のプレ、2009のプレミアム版のやつです。辞書機能がついているやつです。音が取れているかどうかちょっと確認取りたいと思います。音は取れていますね。はい、大丈夫です。これ意味がないんですが、扇風機です。今は寒いんですが、そのうち扇風機を出さなければいけないかなと思っています。よく、通販などで売っている1万円のベッドです。どうも足のところはもげてしまうのです。なので段ボールをかましています。段ボールを入れて畳が傷つかないようにしています。これは後ろの足の部分です。やはりローラーなので畳の上に落ちてしまうと跡がついてしまうので、ノートを入れて畳が傷つかないようにしています。これは、味付けのりとかに入っている乾燥剤です。しばらく置いておくとどうしてか膨らんでしまうので、水分を取ってしまうから膨らんでしまうみたいなんですが、2010年の3月20日前後だと1400枚で、容量が150メガバイトぐらいになっています。これもよくわかりません。全く思い出せない感じです。もう電話機というのはもうスカイプの電話機にとって変わられるのではないかと思っていますが、これ安いベッドです。通販で1万円で売っているやつです。これとあと掛け布団と枕がついてくるのですが、枕と掛け布団は全く使い物にならないものです。すぐに捨ててしまいました。そういう余計なものをつけないでベッド本体をもう少し良くしてくれればいいのになと思いました。これが今使っているキーボードです。ここのところにスピーカーのマークがあるのですが、ここのところを、押せば音が消えたりします。あとこれはメールボタンなんですよ。メールボタンを押すとメールソフトが立ち上がるようになっています。あとはほとんど使っていません。これ前に使っていたデルのキーボードです。ディメンション8300についていたデルの標準キーボードです。端子は PS なんとか2で USB ではないキーボードです。PS-2 とかいう規格だったと思いますが、はっきりとは覚えていません。これは 812G や 911SH に入っているマイクロ SD をここに挿して、パソコンの USB ケーブルに挿すという機械です。1000円ぐらいで買ったような気がします。
これは A2 2009プレミアム版のパッケージの画像ですね。で、結局はマウスコンピューターにしましたが。で、本当は 6GB 欲しかったんですけども、4GB にしました。もともと標準だと 2GB しかなかったので、もう 2GB つけて 4GB にしたんですが、これはスカイプクレジットの買い方ですね。ファミリーマートで。ファミマポートというやつを使って買いました。まあ、買い方は意外に簡単でした。ファミマポートで、まあ、スカイプのいくらいくら分のやつを買うというやつを押すと、レシートが出てきます。そのレシートを持って、でレジに持って行ってお金を払うんですが、そしてお金を払ったら、プリペイド番号という紙に印刷された A4 の紙に印刷されたやつをもらいます。それを使って、インターネット上からスカイプにログインをしてクレジットを追加します。このプリペイド番号を打つところは分かるんですが、次に、金額というのが打つのかというのはちょっと分かりづらかったです。1000円分だったら1000円分の1000円分の金額、買った金額を入力します。19桁のプリペイド番号と買った金額を入力するのです。でもそろそろ時間が来てしまっていると思うので、2009年の8月27日からの音声解説はまた違う、動画ファイルでやってみたいと思います。次はここからやりたいと思います。